はい、皆さんこんにちは。ゆりすもてやすチャンネル院長の林でございます。本日は137回目、137回目のテーマはこちら、注意、骨盤の歪む歩き方についてでございます。骨盤ってみんなね、歪まないように歩きたいとか、ね、修正するような歩き方ありませんかっていうと、残念ながら修正する歩き方っていうのはそれはもちろんないわけじゃないんだけども、その症状の人によってやらなきゃいけないし、それがやりすぎちゃうと逆矯正かけなきゃいけないとかがあるので、さすがにこの配信だけで全てをやるってことは到底無理です。ですので今回はね、そういうことはできないけれども、骨盤の歪む歩き方っていうことを皆さんにお見せして、逆にそういう歩き方をしないように気をつけていただこうということで、予防という形でね、分かっていただければと思って動画作成を試みております。はい、それではね、参考にしてください。どうぞ。はい、それではですね、骨盤のね、歪む歩き方についてご説明させていただきますんで、ちょっとね、会場を変えてここでやらせていただきます。場所が狭くてごめんなさいね、分かりづらいかな、僕ちょっと頭切れちゃってるけど許してね。普通ね、皆さんね、歩くときにどうやって歩いてるかっていうとね、皆さん下向いてスマホとか持ってこうやって歩いててね、こうやって歩いてる。これどういう風にするかっていうと、頭がね、前の方に倒れてスマホ持ってる、そのせいで前荷重になった状態で大股で歩くっていうことをしている。だから止まるときどうなるかっていうと、こうやって止まってる。当然これ皆さんやってみると分かるんだけど、太ももにものすごい力が入った状態で止まってる。これだと足太くなっちゃうよね。足を細くしたいんだったら、この太もも、特に前太ももね、これね、大腿四頭筋っていうんだけど、これ人体で一番大きくて強い筋肉なの。これ発達させないようにしなきゃいけないんですよ。どういうふうに発達させないするかって言ったら、当然使わないようにしてあげるのです。まっすぐしてあげれば使いません。その代わりこの後ろ、これ後大腿筋って言うんだけど、ハムストリング筋って言うんだけど、ここをしっかり力入れて、内転筋に力を入れて、しっかり骨盤を立てて、この状態で止まれればいいんです。実際若い子やってみると、これフラフラする人いますかって。実際僕らの時ピッて止まってますけど、こういう風にできるようにするためには、当然下丹田に力を入れるとか、重心を下にするとかっていうことが必要になります。逆の足でもできます。こういう風にするトレーニングしていただきたい。これがね、骨盤を歪まさないような腸骨筋、大腰筋を強くする方法です。ちなみに骨盤を支える腸骨筋、大腰筋って、力入れてごらんって言ってみんなやってごらん、力入んないから、これ動かしてごらん、こうやって硬くす、筋肉硬くできると思うけど、硬くしてごらんってできない。だけど皆さんここで押さえた後、咳してみて、ドンってドンって力入る、ポンって動く。これがね、いわゆるインナーマッスルの筋肉だ。だからここのところを強くするためには、咳をするとかそういうことだといいんだけど、今の時代咳して歩いたら嫌がられちゃうんで、じゃあどうするかっつったら、例えば今みたいに人とこう歩いた時に、しっかりこの後ろ足を残して止まるっていう、この状態をキープしておくこと、この長い間、これでだいぶ変わります。それから首下向いてこうやってスマホ見るんじゃなくて、ちゃんと斜め45度とか40度ぐらいを顎を上げて見てもらうと、首に対して前と後ろのバランスが、頭は取れるので、首に負担がかからないんです。だからスマホ見るんなら上見てみましょうってね、熊田曜子さんなんか多分こうやって見てましたよね。本当に素晴らしい方だと思います。こういうふうに見て、自分がこういうふうにやると二の腕も鍛えれるし、首のバランスも良くなるし、背骨もまっすぐ入って骨盤が立つので、その状態で止まる。そうすると綺麗に体がバランスが整うっていうことになります。ですので、骨盤を歪まさないように歩く方法というのは、頭を斜め40度ぐらいに上を見た上で、その上できちんとまっすぐ立って歩く、そして止まるときは後ろ足を残してちゃんと止まるということです。社交ダンスの方が止まってこういうふうにしますよね。この状態と同じだと思います。そういうふうなトレーニングを皆さんしていただけるとよろしいかと思います。今日はワンポイントこんな感じでした。はい、今日はここまででございます。また次回よろしくお願いします。それでは失礼いたします。